本日、アマゾンさんから荷物が届きました。二つの注文が三箱で届きました。なぜ、このようなことが起きたかというと、ここは広島県ですので通常、荷物は大阪の倉庫から届くようです。今回は、複数個注文したものの中に大阪と千葉に分かれて在庫となる商品が含まれていたようで、箱が3つになりました。それでは開けてみましょう。それでは1つ目の箱です。油取り紙が2種類で3つとカシオの電波時計です。これが一番大きい箱の中身です。この箱にはまた旅が2袋と猫用の首輪が1つとボタン電池。CR2025 が4個です。最後の箱です。この箱が千葉から来ました。驚かないでください。この箱には油取り紙がたった1つ入っているだけです。やってくれます。Amazon さん。